はい、どうもタンタンです。栃木にあります AT ギターさんとですね、高野さんと、まあ、うちの方でコラボをしてですね、ちょっと、こういった実験的なモデルにはなるんですけれども、制作いたしましたこちらのウクレレ、コンセプトとしては全てを、日本の素材木材を使うということで、大コンセプトにちょっと作ってみた限定、まあ、1本だけまず作ってみたコンセプトモデルとなっております。こちらがまず、ボディがすべて、こちらが栃木県で採れたヒノキ材ですね。ご覧の通り、トップ、サイド、バックともにヒノキを使った、はい、モデルとなっておりまして、さらにはブリッジ、そして指板、あとはペグ、ここの突き板ですね。これはね、桜材を使っていると。いう形、そういった木材の一本となっております。まあ、ヒノキを使ってるのでね、結構、まあ、ヒノキの香りもする感じのモデルで、サイズはソプラノです。ソプラノスケール340ミリちょいぐらいのソプラノスケールで、ソプラノサイズの一本と、はい、なっております。なかなかヒノキ材のウクレレ使うことってないんですけれども、ちょっとチューニング、ちょっとこんな風に、といった雰囲気の、結構音自体はこう艶っぽいというよりも結構しっかりした、なんていうのかな、バリッとした感じのはっきりした鳴りをする一本かなと。でこのモデル、あとは特徴としてはこのフレットもちょっと特徴的かな、少し大きめですね、普通のウクレレにからすると。多分ギターの一番ちっちゃいサイズかなんかだと思うんですけれども、そのあたりこう押さえた時の、あのウクレレ独特の細いね、小さいフレットよりは結構押さえやすく感じるんじゃないかなと思います。ボリューム感は非常にあって、なかなか他のコア、アカシア系の木だったりマホガニーとはまたちょっと違う雰囲気のね、そんなにこうトゲトゲしい、なんだろうな、角が立った感じでもなく、非常にこう和の素材を使ったなかなか面白い一本が出来上がったんじゃないかなと思います。ヘッドには AT ギター by TR Japan とうちの会社の名前とコラボのロゴがついたこちらの一本となっております。ペグの方はこれ五島のフリクションタイプですね。このタイプなので、まあ今もねちょっとチューニング、なかなかね1対1最近慣れないので私も、あれですけれども、まあこんなにそんなにね狂うという感じではないと思うので、あと合わせるコツさえつかむか、もしくはまあ UPT とかね、そういったものに変えても面白いのかなというところでございます。こういった感じですね。はい、ということでこちらまず AT ウクレレ、栃木の高野淳さんのAT ギターズが作る AT ウクレレの、ジャパンシリーズという日本の素材にこだわったシリーズ、そちらのまず1本、こちらはトップ、サイド、バックともにヒノキを使った、そして、ブリッジ、指板などには桜材を使ったという日本の
材をふんだんに使った1本となっております。限定でね、今回特別にまあコンセプトモデル1本だけ、この仕様は1本だけとなっておりますので、興味ある方はぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。